イリナ・ゲオルギエワ・ボコバは、ブルガリアの政治家、外交官である。ブルガリア議会の議員を2期務め、外務大臣を経て、中フランス・ブルガリア大使となった。2009年9月22日、国際連合教育科学文化機関の事務局長に指名され、2009年10月15日から事務局長に就任する。2017年11月、ユネスコ事務局長を退任。 ボコバ家はマケドニアからの移民。ブルガリアの政治家で、ブルガリア共産党機関紙の編集長だったゲオルギ、ボコバの娘として生まれる。ユネスコスクールであるソフィアの英語学校に進学後、モスクワ国際関係大学を卒業し、1977年にブルガリア外務省に入省。1989年にはメリーランド大学カレッジパーク校に留学。 1990年から共産党の解散解消に伴い、ブルガリア社会党員となる。ロシア語、英語、フランス語、スペイン語を話し、ブルガリアのハーバードクラブの副会長も務める。兄は、ブルガリア大統領のアドバイザー。ブルガリアテレビのモスクワ特派員だった夫と離婚後、共産党時代の同僚と再婚。息子と娘がいる。2009年9月22日。 国際連合教育科学文化機関の事務局長に選出された。パリで行われた選挙では他に9人の候補者がいたが5回目の投票で最終的にエジプトのファールーク、ホスニーに対して31対27で勝利し局長に指名された。選挙前はホスニーの勝利が予想されていたが彼に対してはノーベル賞受賞者のエリビーゼルラから 反イスラエル的であるとの批判があった。しかし、ボコバも、また、ブルガリア人民共和国時代での、ブルガリア共産党党員としての経歴から、批判されていた。2009年10月、日本の松浦光一郎より事務局長の地位を引き継ぎ、4年間の任期を任されることとなる。ボコバは、東ヨーロッパ出身、女性として、初の事務局長となる。 アイセルのイラクやシリアでの文化遺産破壊を文化浄化と非難し、ユナイト4ヘリテッジのキャンペーンを立ち上げる活動などを行う。ユネスコ事務局長就任中の2015年に南京大虐殺文書の世界記憶遺産への登録を認め、また同年北京で行われた中国人民、抗日戦争、世界反ファシズム戦争勝利70周年。 記念式典にも出席していたことからユネスコの政治利用と批判を受けた。また国家間で見解が異なる係争中の資料を非公開で密室審議することへの批判も起きた。2017年5月には中国政府が国策に掲げて北京で行われた一帯一路国際協力サミットフォーラムにも出席した。2016年に就任する時期、 国際連合事務総長候補に名乗り出ており、ブルガリア政府から推薦を受けるも落選した。2017年11月、ユネスコ事務局長を退任。公認には同じく女性のオードレアズレが就任した。ありがとうございます。